シマシから来ましたね。今日どんな思いで、はい、今日どんな思いで、いや、ちょうど私が小学6年生と小学3年生の子供がいるんですよ。福島で結局広島の原子爆弾の20倍の放射能、結局舞い上がって爆発して、それで小学生とか子供たちを避難させたいっていうのが私はおかしいなと思って、今回このデモに参加したんですよ。子供を何としてもやっぱりこの何ですか、東電と国の方から動いてもらって、やっぱり福島県の子供は全部避難させてもらいたいんです。やっぱり開催をいたします。それから、今は皆さん目印に、それから各組織の国民の方が集会が始まりました。本当にもう原発はゴリゴリです。本当に元通りの福島県を戻してほしいです。放射能のことですけど、すぐに健康に被害がないんですが、着実にこう迫っているような恐怖感があって、皆さん本当子どもたちの子育てとか困っています。あとはうちは農家もやってるんですが、生産者しながらも被爆しているわけで、またその生産したものも、基準値を超えても超えなくても少なくても少しは入ってる、そのものをこれからも食べ続けていくということにすごく思います。緊張します。緊張した？どっから来た？福島のどこだった？渡りから。どうですか、参加して？よかった。よかった。よかったね。お母様ですか？うんうんうん。今日音がついた。どうですか？初めてですか？ね、はい。初めてですね。はい、今日はとても大勢人が集まったんですけど、どうですか？こんなに集まるとは思わなかったです。何かこう、自分たちの声みたいなのが届いた感じがしますか？そうですね。やっぱり、届いてくれるといいですよ。福島で、苦しんでる人たち、ありがとうございます。福島開成、福島開成、子どもたちを開成。原発を止めろ、原発を止めろ、子どもたちを守ろう、子どもたちを避難してる人みんなも、いろんな人も、いろんな今までいろんな立場の人もみんなね、ニュースとかで知ると思うので、本当にいろんな風に手をつないでいけたらいいなと思ってます。ありがとうございます。もともとは田村市の今はどこにいるの？いや、わかんない。やめよう、間違えました。今日どうですか？原発やめよう、原発やめよう、初めて。命を守ろう、命を守ろう。よかった、何が良かったですか？元気よく元気よくフォローを続けていきたいと思います。広島でももう一回、さよなら原発、なんかもう一回やりたかったな。さよなら原発、原発反対のいろんな動物、命が大事、命が大事、大変に行こう、やばい、あれも見せる、それも全部ね、それ見せる、スプレーコールを行います。スプレーコール、命を守ろう、原発いらない、天気に恵まれましたし、みんなの気持ちがバーッと前に出てますんでね、はい、先頭の福島の人たちの、はい、もう私の知り合いもいっぱい参加してます。また後半頑張って、日焼けなんかなんなそうで行ってきます。ありがとうございます。
て、それを今日はなんか6万人ぐらい集まった。いや、どうやって数えたか知らないですけどね、でもすごい人ですよ。すごい人で、なんかホームから降りられなかった人。そう、僕も千駄ヶ谷で全然降りられなくてね、結局もう一度乗って信濃町まで行っちゃった。どうですか、今日あのデモに参加してみて。今回は初めてですか、デモ。初めてです、実は。はい、結構多くの人が参加して、まあでも国連で総理大臣は脱原発しないというメッセージを発表するっていう。いや、まあ、ようやくこのぐらい集まればね、あのマスのメディアも少しぐらいは取り上げるんでしょうねと、まあ、ちょっと期待したいところです。わかりました、ありがとうございます。頑張ってください。原発はいらない、原発はいらない、北海道に原発はいらない、北海道に原発はいらない。1000万人署名のキックオフっていう位置づけなので、すごく頭がいいなと思ったんです。っていうのはこれで盛り上がって、それで満足して終わりじゃなくって、これで署名1000万超すぞみたいなね、そういうのなのでいいなって思います。少なくともでも88年頃の2万人集会よりもはるかに多く なりましたよね。まあ、それでその一つはそれで、まあ、なんていうんですかね、私たち その原子力から撤退を求める声というのはこんだけたくさん上がっているんだということについては実感ができて、これからさらにもう一回り運動を広げていこうと、まあ、思っていますね。でもう一つはでもこの事故、福島のその不幸な事故がきっかけとなってこうなっているということについては、なかなかなんていうんですかね、できればその前にこういう形を作ってですね、止める方向に持っていきたかったという思いは強いですよね。今日は山口県から
はい、私は山口市に住んでます。もう早く上関は止めて、国がもうやめたって言っていうことがはっきりするように祈ってます。祈ってる最中です。もうやめてほしいです。桑井島の応援をしたりしていこうと。宇田川君が6番って言ってた今、はい、どちらから？三浦半島から来ました、はい、そうですね、原子力空母ジョージ・ワシントンも2基の原子炉を積んでいるので、まあ、福島第一原発と同じように地震が直下型地震来れば同じような状況になるんだろうなと思っています。その点ではやはり厳しいだろうと。同じ状況も横須賀はなる。横須賀で起きれば関東全体が被爆地になるという、そういうふうに考えています。お疲れ様です。今日はどちらから？まあ、福島県の新地町っていうところから来ました、はい、今日どんな思いで？そうですね、やっぱり微力でも行動を起こさないとダメだなって強く思いまして、今日参加してみました、はい。そうですね、特に感じるのはやっぱ子どもたち保育所預けてるんですけど、やっぱ外で遊ばせられてないっていうのが子どもたちにとってすごいことかなって、自分たちの時代では考えられなかったんで、かわいそうなことしちゃってるなっていうので、やっぱり親の責任でもあるし、やっぱこれをきっかけに原発変えたいなっていうか、脱原発したいなっていう思いが強いですね、はい、6万人の方が、はい、すごいですね、なんかすごいパワーもらいました。来てよかったです。ありがとうございます。どうもありがとうございます。こんにちは。